さあ皆さんこんにちは、ダイダラです。スーパーペーパーマリオを進めていきましょう。さあ前回このピーチ姫が仲間になりました。なのでね、このピーチ姫を使って新しいエリア行きましょうか。ここですね、今回行くのはこのオレンジの扉。この先に新しいピュアハートがあるはず。この中を探索してね、進めていきましょうか。さあピーチ姫を仲間に加え、マリオたちは再び冒険の旅へ出発します。これから会いに行くのは神秘のまじない師サンデール。サンデールさんや、デアールの話が正しければサンデールがピュアハートを持っているはずです。サンデールの住む館を目指すマリオたち、彼らはまだその行く手にノワール伯爵の恐ろしい魔の手が待ち受けていることを知りませんでした。なんだっけ、マネーラだったっけ、なんかがやってくるとか言って話だよね確か。さあ今日からやるのはこちら、ステージ 2-1、 サンデールの館を目指していきましょう。はい、どんなステージだろうね、 2-1。 まあこのゲームはね、アクションゲームみたいな感じで、敵踏んだりやっつけたりしながら進んでいく感じです。いきましょう。ん、なんだここは。おーっとねえ、緑ボーボージャングルみてえな。ねえ、あったかそうな土地ですね、ここは。ウェイ、さあ到着しました。ピーチ姫です。かわいい。ピュアハートはこの先。まだ少し距離がある。オッケー。行きましょう。オッケー。よろしくね、アンナ。ピーチを喋る。ってことで、さあ、ピーチの能力、この、なんかすごいやつを使って、で、敵を、連続で踏んでいきたいわけなんですけど、踏んで、あ、でもダメか、これ。えい。なんか、葉っぱ落としたぞ。食べると体が硬くなる葉っぱだよーってね。えい。うわ、痛い！飛んできたぞ、なんか。あ、痛い。持てないのか。すげえダメージ食らったんだけど、いきなり。いや、マリオに変えるか。今、マリオだよ。音が黙って。マリオーい。一応、序盤とか何かないか確認だけしとこうか。何もなかった。よし。さあ、行こうか。体力いきなりピーチーと一緒にやったら減っちゃったからね、ちょっと頑張らなあかん。さあここの裏になんかコインあったよね。やったぜ。そう、これがマリオの次元技。次元技使うとすごく強いねっていう。さあここが多分ピーチ姫じゃないといけないとこだね。ピーチー、ヒューピーチ最強。さあピーチとマリオをこんな風にね、ガンガン切り替えていくっていう感じかな多分ね。へい、ふーい。さあマリオもくるくるよく回るってことで、はい、オッケー。さあ次ここ、えい、やあ、どう。さあ、なんもないかな、ここも。オッケー。さあ、先進もう。おー、床が沈むやつ。これ、叩くと、足場ができるブロック。便利。痛い！なあ、マリオ、泳ぐことができる、一応。へい。マリオ、泳げたんだ、知らなかった。なんだ、ここは。これで待って、先下から見る。よき。おー。ぷくぷくも踏める、ダイダラです。うわ、鍵が、なんてこった。鍵がいるぜってやつ。あ、また戻れって怒られた。で、戻りましょう。よし。まあ、今のこのブロックの上をね、多分進んでいく感じかな、おそらく。へい。さて、ジャンプー。これ、ピーチじゃなくていけるのかな？いけそうだね、ピーチじゃなくても。オッケー。さあ、どかん中入りましょう。ここに多分ね、小さな鍵があるはずです。ぬ、敵がいる。全部やっつけてやろうか。ほい。ふぅ。あ、踏み損ねた。へい。ふい。さあいっぱい踏んで出てくるのは宝箱ね。敵やっつけるだけでいいね。いや体力が若干不安なんだけど俺。さて扉の鍵、トワイランドの扉を開ける。トワイランドってとこなんだね、ここって。トワイランランランド。 OK。 まあ 2-1 なんでまだね、序の口でしょうか。ピーチ姫とマリオの能力を使って進むとこだと思うんですけど、まあ適当に行きましょうか。で、このゲームやっぱ気づいたんだけど、あんまレベルってそこまで気にしなくていいのかな。気にした方がいいよとかあったら言ってください。あ、出たな、久しぶりの友達。友達いっぱい。あ、いいねいいね、友達。友達がやられるけど、ね、敵に勝手にぶつかってやっつけてくれたりするんだけど、この友達。マイフレンズ。ねえ、ファーイファーイ。よし。友達がやられる前に俺がやる、敵を。やばい、こいつどうしたらいいんだ。パックン、パックフラワーやっつけらんないわこれ。土管入るか。入れん。ここは、あ、なんか仲間が食われちゃった。あ、これあれか、このままペラペラしていくとこだ。ペラ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 。うん、これどういうこと。これピーチで行くのかな、こっち。とりあえずピーチ、ピーチ便利。
ピーチ便利ー、はい、ピーチ便利ーピーチ通用ピーチ通用マジで。奥に来た、奥に来たピーチー。さあ奥ピーチどうするのこれ。こっちも同じように、なんか手前にマリオいるけどなんか流行りに乗れなかったマリオいるけど、よし、こっち。さあスイッチを押すと、あ、ドアができたねー、やったぜ。これなんかこっち側ないの、なんか、あー落ちやった。ピエンザン限界ギリギリジャンプ、あ、いけないんだそこ。やばい、見て俺のピーチ姫の体力ガンガン減ってきた。死ぬかもしれないこのままじゃ。いやもうマジ死にかけ、満身創痍なんだけど。マリオなんもないよねここアイテム。へい、なさげだね。よーし、うわ君怖いあの子怖いからね。ここ行こうか。まだドットマリオ1匹残ってるからね、置いてきた。はい、まだいる、まだいる、まだいる。よし、ここも進もうか。体力回復する系のねアイテムがそろそろ欲しいな。スターだ、へい、レベルアップ、攻撃力が1アップ。あ、攻撃力が上がるんだね、一応スター取ると。そしてスターの力みんな覚えてるか。マリオがでかくなり、マリオドットマリオのでかいやつ、最強パワーイズ正義、いくぜ。おー解けお前ら全部俺がやっつけてやるよ。おら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 、邪魔だ貴様ら。うおーし、さあセーブしましょう。まあでも結局あれなんですけど、戻るんですけどね一回。まあ大体のゲーマーの人はここで一回戻るよねこうやって確認すると思うんだけど。でもなんもないなやっぱ、俺は悲しいよ。さて入りましょうか中へ、レッツゴー。体力も回復したからなんか知らんけど、レベル上がったからか。よし、まだボスではなさそう。なにこれ、スローフラワー、スピードが遅くなる、獲得するポイントやスコアが3倍だ、ピーチにしちゃおう、えい、かける3倍。待て、ピーチピーチスコアをゲットするんだ。なにこれ、これは時間早くなるやつかもしれん今度は。いや、かける3だった今。あ、これあれか、コインが降ってくる魔法のアイテムだ。よし、ピーチでよかった、ピーチの方が拾いやすい気がする。よし、終わっちゃった、ボーナスタイム。まだ1枚残ってる。よし、なかなかにボーナスでしたね。上の方が良かったのかなこれ。あ、もう待って、もう1個上とかあるじゃんこれ。よいしょ。さあなんでここまで帰ってきたかというと、そうですね、またまたもう病気だよこれ完全俺ね。ここまでやっぱ気になるものは気になるんだみんな。あ、今の発見してしまったね、見てしまったねみんなもね。そう、戻ってよかったねここ。ほらブロックあったよ、これでさらに上行けるようになった。イエーイ、コイン獲得。そう、これ戻らなきゃねゲットできなかったコインだから、貴重なコインですよ皆さん。よし、ここはもういいかな、もうあとは。まあこんなもんでしょう。オッケー、入れる。さあどこかの中へ。何ここは、ボーナスステージ。でででで出たな、 A ボタン。む、何もない。ってことはアンナ、この部屋何かあるわよ。アンナどこだ。あ、見つけた、見ない青いスイッチよ。へい、土管が出てきた、なんだこれ。入ろうっと、見えてなくても押すことはできるって自分言ってたよね。おもろ、なにこれ、え、キモい、掴んじゃった。え、なにこれ本当に、待って、教えて、アンナ教えて、アンナちゃん。ぽいぽいよ、自分の分身を作り出しどんどん増殖するモンスター。ヒットポイントは2。え、よく見ると本体と分身は動きも異なってるからね。とりあえず殴ればいいのか、終わったけど。なんだこれは。さあ開けちゃおうか。へい。さあ中から出てくるのは、デデドン。ん？なんだ？ピピピーン。何？フェアリンか。君いい電波出してるね。実に破壊向きの電波ダビン。
こんないい電波を出せるようになるなんて、1500年の間に人間も変わった、ビーン。僕にぜひぜひ調べさせてほしい、ビーン。何フェアリーの一種か、これ新しい。今から尋ねる質問に、はいかイエスで答える、ビーン。全部 OK なんだ。OK、OK。いいよ。ね、いい、ビーン。じゃあ行くっきゃない、ビーン。サンタクロースは誰からプレゼントをもらうのか、心配になって眠れない。イエス。おイエス。テストなる前、なぜか部屋が片付いていく。おイエス。うん、今さらお友達で言いましょうなんて言われても、もうあの頃にはもう帰れない。おイエス。なぜこんなにおかしな質問を次々されてるのかよく分かっていない。おイエス。テレビの通信販売は言葉のマジックだと思う。おイエス。全部これやんけ。ねえ、シャツを裏返してきてしまったが面倒なのでそのまま出かけたことがある。いや、あるけど俺も。はい。おイエス。あるよ。寝るときはもっと起きていたいが、起きてるときはもっと寝てないと思うってね、それもその通りだ。おイエス。一生寝てたいし、一生起きてたい。不思議。もうこの質問にもうんざりしてる。イエス。来てる来てる、ビンビン来てる。君の電波にしびれろりん、しびりろりん。で、君だ、ビン。君の僕の力、君に託す、ビンビン。それなんか変なヘアリンが、はい、仲間だったんだけど。イエーイ、爆弾ウェアリーボムドッカン。破壊力抜群の爆発でブロック壊したり敵を攻撃したりできる。そうだね、フェアリン変えたいときはメニュー画面のフェアリンから選ぼうだって。未来は破壊の先にある、ビーンだって。これ壊すのか。え、あー、これひび入ってるところ各地にいっぱいあったけど、この子で今後壊せるようになるってことか。なんだこれ。あ、エボった。あ、奥行けるやった。宝箱瓶、高瓶で高瓶。中身カードだ。ミハールのカード、ミハールさんのカード。これ人物カードってどういう効果なんだろう、分かってないや。まあいいや、見れんのかなカードでね。あ、あったあった、ミハールさんのね。古代の民の末裔だ。で、勇者、遺跡に勇者以外のものが入らぬよう今日も見張り続けている。こんな風に一応見れるんだね。めっちゃあるなカード。これはえぐいな、えぐいコンテンツ。ペーパーマリオ意外と情報量すごいからなこのゲーム。で、へい、爆弾置いとくね。爆弾置いてと移動すると即破壊してくれるんだね。いいこと知れた。おうし、さあ先進もうか。むこいつとかやっつけらんねえかな。うわわわ、爆弾だ、くらえ。聞いてないわ。へいへい、じゃなあ。今まで行けなかったとこもこれで壊せるのか、最高かよ。うわ、破壊神大だら、今日も来てしまった。何でも破壊できます、壊せます、壊せます、やったぜ、破壊。いいね、何でも壊せます。さあ、なんかいっぱいドアがあるけど、これ何、なんだお前は、やんのか、おら、ちょっと許して。これどうやったら簡単に倒せるんだろう。あー、すぐ爆発させることできるんだ一応。む？む？ A ボタン。なんか上に穴が開いてる。え？全然わからん。敵全部やっつける。いや、なんもないのかこれ。これはまだ迷宮入りです皆さん。事件迷宮。迷宮入りしてしまったので次行きましょう。何こいつ。こいつキモくない？バグ、何でも食べる口と肩ひぐを持つ怪物だ。ヒットボイドは派手な、防御力はなんかよくわかんない。あるある攻撃が効かない。表面こそ硬いけど内側はかなり弱いぞ。中から攻撃させるものを食べさせたらイチコロだ。はい、食べな。うおーい。で？これなんなの結局。さっきもなんか開いたけど、なんかあんのかなアイテムが。隠されてるものがあるのかなと思ったけど、コインよーって。あれ？どういうことなんだろう。で、一応この中だったらこんな風にね、ここ
ね、開いてたりするんだけど、まあ、いけないのでね、まあ、後回しにしましょう。全部後回しなんだけど。俺は何をさせられてるんだ、今。全然わかんねえ。ジャンプ台みたいじゃないと無理だけどな。元バクくんが来た。食べな。ご飯だよ。うまいか？何やったんや？あーれ？今度これ降りるパターンだ。降りまーす。あ、なんだ、繋がってるのね、ここ。はい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 。なんかない、こういう間にこそなんか隠されてたりしないわけですね。ストーンって落ちなかった。わわ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 。よし。さあ、帰ってきた。オッケー。2個目と3個目の扉が繋がってたね。じゃあ次、1個目と4つ目の扉が多分繋がってるんでしょう。ここね、1個目と4つ目。多分上からスタート。あー、ぽいなぽいなぽいなぽい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 ぽーん。よし。いっぱいいるね、敵さん。ぽーん。意外と経験値くれるからいい子だ。えい。お、これで多分外で5つ目の扉が開いたのかな。揺れた。外で何かおったよね。ほい。いや、なんかすげえジャンプできる能力とかあんのかなとか思ったけど、なんもなかったね。おっしー。ではでは、あ、出たね、5つ目の扉。さあ、扉の中入って。ここはどこ？む、お尻マンがいる。またお尻プリプリプリオくん。あ、ゴールだこれ。お尻プリプリプリオくん、元気してるかね。へい、プリプリプリ、へい、おお、よーし。ということで皆様ゴールいたしましょう。スーパーペーパーマリオ 2-1 クリア。今日も頑張った。はい、というわけでステージクリア。大丈夫さ、ゴー、ご苦労様。はい、というわけでじゃあ皆さん今回ここまでにしましょうか。やっぱピーチを使ったりマリオを使ったり切り替えていくってこともね、で、前回でできるようになったんですけど、今回フェアリンの切り替えもついに出てきましたね。まさかの爆弾、ドッカーンするやつ。ね、街とかいろんなところにひび入ってたからね、どこにひび入ってたかってもう全然覚えてないんですけど、まあ、過去のところもまた戻っていつか壊しに行きましょう。それでは、終わりたいと思います。チャンネル登録しない方はチャンネル登録や高評価もよろしく。引き続きね、このスーパーペーパーマリオ、スペマリの世界楽しんでいきますので、応援よろしく。また見てね。おつぽよ。